で挿入までしたことない説。いいよ。じゃあマッチングアプリだ。あ、そうや、忘れた、忘れた。イタリア人、え、いつから会ってね、イタリア人の話もしてないもんね。してない。なんで、マッチングアプリ始めてから会って、最後に会ったのは、家族の会ったやつ。あ、じゃあやってる。色気ムンムンの、色気ムンムンなことあったやん、うん、ほんでちょっと京都の人連絡取ってるって言っとって、でその後に、うん、その週末にイタリア人と会いますっていう時。あ、そうや、そう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 。どうやったアモーレやった、まあ、言われへんの。言われじゃない。だって日本語なの。あ、頑張って片言だけど日本語で喋ってきて。あ、だから分かった。連絡は取ってる人がいる。思ってるんだよ。あ、はい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 、理解。映画デートするからっていうので、待ち合わせして、うん、でも写真より良かった。へ、なんか。インスタ交換してて、うん、インスタの写真は太っ、ちょっと太ってた頃っぽくて、日本に来て痩せましたみたいな。うんうん、で、笑顔も可愛い人だな、みたいな。うん、同い年だから30。何してんの、これ。え、弁護士で。え、すごいじゃん。え、ちょっとハイスペ、そんななんか出会い、ちょっとハイみたいなとこでさ、何、ハイスペ狙えんの、狙えんのって言ってしまった。こっちで働いて、弁護士してるってこと。所属はイタリアの会社で、うん、オンラインでやってて、うん、であとはなんかその自分が後々、うん、サッカーのほら代理人みたいな、うんうんうん、それのやりたいみたいなのもあって日本語勉強してます、うんうんうん、でも映画見るときに、うん、あの車椅子スペースじゃなくて、うんうん、真ん中の席まで行きたかったの。いや、あの、真ん中でしっかりちゃんと見えるやつね、車椅子は。だからお姫様抱っこしてくださいって前々から言ってて、うん、でお姫様抱っこして運んでくれて、うん、なんか座らせるじゃん、うん、え、大丈夫大丈夫みたいなこと言われて、うん、なんか髪がボサボサしたのかわかんないけど、うん、こう手をさこうやって撫でてさ、うん、髪くすれてないみたいな感じ。いや、優しいんだけど。それ、かっこいいからできる話やな。そうやね。普通にしてもらった。もういいって言ってても、こう、大丈夫みたいなことしててさ、うんうん、終わってから、またちょっとカフェで喋って、うん、また、なんか次どっか行こうね、みたいな話で終わったんだけど、うんうん、まあ、問題がやっぱり起きまして。はい。何？まあ、お食事中なんですが、やっぱ、お便が苦手。あ、ありがとう。あー、そっちね。お便が苦手。なんか、自分綺麗好きなんだって。うんうんうん、そらみんなそうだよ。え、そっちだってそうだよ。好きな人のでもダメ。赤ちゃんのもダメなんだって。それ末期。もう自分の子でも、でも自分の子が生まれたらさ。でもダメなんて言ってた。自分の子。もし自分に子供が生まれても、おむつ交換は奥さんにしてほしいみたいな。自分のは見れるかな。なんか何？直で触るわけでもないじゃあ、あの落とすじゃん。え、でも私絶対チェックはするからさ。まあそれはあるけど、健康問題。なんか多分こう汚れるの、匂いも苦手だし、なんかそう汚れるのも嫌ですみたいな感じになって。でも付き合うんだったらもう 100% その絶対そういう時があるよっていう話をして、うんうんうん、ちょっとごめんってなったの。なんめっちゃだからやっぱ愛はうんちに勝てないんだなっていう名言出ました。勝てる、うん、だからその人にとっては無理かもしれないけど、うん、いける人の方が多分結構多いと思うんやけど、もしかしたら、うん、愛で弁を変えれるかもしれない。愛で弁を変えよう、うん、マコのだったらいけるわ、うん、でもマッチングアプリでいいねしてきてくれる人って結構介護士さんとか、うん、看護師さんとか、もう車椅子ですって載せてるんだもんね。あ、そうそう、うんうんうん、だってもう分かってさ、いいねしてきてくれるじゃないか、うんうんうん、であの YouTube のみたいな、うんうんうん、だしなぜかトラック運転手も多いんだよね。なんだか分かんないけど、でもなんか力持ちそう。そうか、力持ちそうじゃない。なんでトラック暇なんじゃない。あの移動中だってさ、何休憩時間とかさ、あ、長距離でいろんなところで会えるんだ。トラックにしかおれないやん、あんまり。ご偏見だけど、うん、そういうちょっとヤンキーじゃないけど、やんちゃした人とかのイメージなの。僕ギャルやもんな。だからそのやんちゃしてる人とかって意外と、いや別に仲間大事みたいな、あ、そう、うんうん、あるかも。あるある。
優しい心と心だろうとか、うん、あと逆にやんちゃしてるからこそちょっと友達に車椅子ってかこう自己してそうっていう人がいたりとかっていうパターンかなって、うんうんうん、プレイヤーの機会は多いかもしれないね、うん、そう思ったら街で歩いててもさ、うん、ちょやん見た目めっちゃ怖いなんかヤンキーヤンキーしてるっていう人の方もめっちゃ優しいから、分かる、手伝うでとか、うん、なんかエレベーターちょ降りたりいいよとか言ってくれたりとか、うん、なんかめっちゃ優しい。そうだからなんかザ会社員みたいな人とかから来なくて、うん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 、もうあれだよ、また変形です、うん、いいよ、あれだよ、もうちゃんとお堅いからちゃんともう車椅子じゃない人と付き合いそう、うんうんうん、うん、とかなんて言ったらいいんかな、わかる、うん、わかる、うんうん、でも、ビズっていうアプリと、お見合いっていうアプリ入れたけど、うん、ビズっていうアプリは、婚活と恋活、うん、うん、別に結婚望んでないかも、な今じゃないみたいな、2、3年後か、うんうん、かしたい願望はあるし、考えてはいるけど、今か言われたらちょっと違うけど、みたいな。今って言ってもさ、2、3年後じゃないと思ってるんやけど。でもなんかあるのよ、欄にちゃんと、うん、今すぐとか、2、3年以内とか、ちゃんとそういう欄があって。今すぐなんて、だって何も知らんのに結婚できへんくない、うんうん、女性側からしてみても、そういう気持ちの人が来てくださいみたいな。あ、もう結婚。今すぐしてもいいですよ、みたいな。そう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 。結婚が前提だし、うん、ビズはでも恋活も多いから、やっぱちょっと遊びっぽい人もやっぱいてて、うんうんうん、お見合いはなんか一応アプリのそのランキング的な方ではもうちょっとガチなんだっけ、うんうん、でその方がちゃんと顔出しもしてるし、顔のクオリティもお見合いの方が高いし、高いんや、うん、お見合いの方も結構いい人のいいねが来ることが多くて、でもガチでやってくれてる方がいいかも。そうじゃないとしんどくない？でもやりまく一人いてさ、おったん大阪の人で、ごめん大阪人として謝るわ。えなんかこの間ほら青落ちしてやっぱ辞めた人、あ、それは、うん、あの大阪じゃなかった、そう、その人は、うん、なんかあの恋がまだ忘れられなかった、うん、あ、そう可愛い気づってた人な、可愛すぎるか、え、そのやりもくの人はもう完全やりもくで、どんなやっぱ、うん、こっちも割り切れたらいいんじゃない、毎日違うことやりたい、ノー、だからもう何歳くせよな、27歳え、もうセックス依存症やん、うん、そう、だから初めのなんか初めまして、うん、なんかまこです、よろしくお願いします、うん、っていう会話じゃない、うん、そういう会話じゃなくて、うん、エホーみたいな、うん、エホーニンジンいらない、ニンジンいらない、ごめんヤッホー、ごめんエホー、うん、なんか会いたい、電話しようみたいな、すぐこう、そういう、あ、もうデート感覚、すぐ会おうよ、そうで、やばい、何この人って思って、逆に面白そうだなって思っちゃったの。だから、一応 LINE 交換して。割り切れるタイプやしね。そうですね。なんか、電話したんだけど、やっぱ関西のそのノリとさ、まあ遊んでるから、話は面白いわけ。うん。やっぱりこう、半身麻痺の人とそういうのやってみたいみたいな。あ、もう好奇心ね。そういうことな。公開するよ。そんな、ありがとうございます。でも、だって。でも逆に怖いよな。ホテルとかじゃないもん。家なの。家に招く。今日自分家に来させる、うん、毎日違うところでやってるから、やだ、ホテル代もかかるんですか、車椅子で入れるんかな、え、なんか入れるって言ってたよ、本人、うん、あとはダートして、でもちょっとなりそう、そういうなんか車椅子になってからさ、うん、そういうなんか人、うん、軽い感じの人だったら、もしさ、うん、その最中に何かあった時に逃げそうじゃん、が怖い、なんか置いていかれそう、怖い、でもそういう怖い、そこにないからさ、ワンナイトがいいって言う人もいないから、車椅子になってから。でも別にいいんでしょ、それでも、まこちん。絶対さ、一発やったらマリは離れられへんタイプ。女はすごいじゃない。うん、そう、だから、いや、体の関係を持っちゃうと。え、そんなさ、え、もうだから、え、はじめましてで、ご飯っていうデートみたいなのがなしでするのっていうこと。え、あ、どこも行かずもお家に来てねえの、いやだ、すごいの。すごい。決まりましたよ。それをただで僕はできるわけだもんね、毎日。すごいな。みんなだからそんなに困ってるんか。いや、だったらデリヘリ行ってます、呼びますの方がいいかも。でも新人さん、チリ攻めが。あ、素人。素人なのに。ある説言って、ちょっと飛んでるんだけど、うんうん、あの夢の中で挿入までしたことない説。カモン。え、おい、ある。あるの初めて、マジある、結構抱かれてきてるけど、
え、お夢の中で夢の中で泣かれてるやんか、うん、男性ってだから無性があるでしょ、うんうん、俺、乳液があんのよ、すごいマジしょっちゅうじゃないよ、もう麻痺になってからはないけど、うん、前はあったマジだったからすごい、すごい乳液あんの、だからある人なんて出会ったことないからさ、うん、え、初めて、私ない説で、ジーナないよね、でもない、ないかも、入れたことないが、入れる手前で終わってる、手前で、その、もうなんで今起こされるのみたいな感じで起きる、そうそうそう起きる、あるいいなぁ、だから起きそうっていうのを我慢して起きる、我慢したら起きるんだ夢のこういう感じのタイプって続きも見れるらしいよ、そう続き見れる、なんか起きちゃって、もう起きたらもう終わるじゃん、そのまま終わる、だけど続き見れるタイプ、そうもう一回覚えてたらその続きを見るために、もう一回見て、ちょっとでもよかったよ、マッチングアプリして、なんかいろんな、え、他は誰かと連絡取らないの、じゃあ、庄内空港の人が早く聞きたいね、